強そうなのに知ってくれよ。なめられないようにね。特にあのスクールボーイな。Shut up! You だってやられてだろ。あのスクールボーイに。ボーイ。Oh no! Oh no! タトゥーを入れに来たのか。チャーリーってやつはここに来てるか。チャーリーならそこさ、眠ってる。だが下手に起こすと怪我するぜ。中国人の組織のことを聞きたい。死ぬか。うわっ、そんなこと聞いてどうすんだ。お前には関係ない。いいから教えろ。うわっ、分かったから腕を離してくれ。組織のやつに合わせりゃいいんだぞ。手加減でも知らねえ。それでいつだ。明日の3時にゲームセンターで待ってる。本当だな。ああ、来なかったら分かってる。原崎、どうしたんだ、こんなところで。予備校の帰り。原崎の来るところじゃないだろう。葉月くんを探してたの。え？この辺りで葉月くんを見かけたって友達から聞いたから。でも、なんで？今日の学校の志望校のオリエンテーション、葉月くん来なかったじゃない？ああ。もう志望校決めてるの？いや、でも行くなら空手部のある大学だ。そう。でも、そろそろ受験準備も追い込みよ。分かってる。心配なのよ、私。受験の前なのに。大丈夫だ。葉月くん、お父さんのことでいろいろ気持ちが落ち着かないのは分かるけど、でも。そのことなら、後で話す。きっとよ。ああ。こんなとこ、原崎の来るところじゃない。早く帰れ。じゃあね。あの、聞いたぜ、ポリシの親父からよ。おめえ、はなっからチームに入る気も、タトゥーをやる気もなかったんだろう。ああ、チャーリーってやつを探したかったんだ。嘘をついたことは謝る。おめえをチームに入れたいってのは本気だったんだ。まあいいさ、あっち行け。もう話しかけるな。